ね。あとでマイク調整しましょう。ちょっと近く一応拾う。あとでまた。ツイキャスがあれの YouTube があれか。あ、こっちに出るのはツイキャス。2018年11月7日水曜日6時を回りました。 With You Radio Time、 今日も生放送でお届けいたします。パーソナリティはヨギナオと私ミキサーのキャンです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで11月第1回目の放送ですね。はい、はい、ということは今日で丸々1年ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。イエーイ。おかげさまで、私がパーソナリティデビューをして1年です。あ、なんだろう、なんだかんだ過ぎるとあっという間でも、なんだろう、全然苦ではなかったな。あ、まあ1年、まあそうですね、なんか楽しくって、なんか話すって結構大変じゃないですか。なんかね、思ったりしたんだけど、でゲストさんとか本当にずっと呼べるのかなとか、はい、まあ呼びたい人はたもちろんたくさんいたんだけど、でもなんだろう、もうおかげさまでゲストさん途切れることなく、はい、この1年過ごさせていただいて、いや本当にすごい番組だなと。ありがたいです。いやいやいや、しかもなんて言うんでしょう、もう今ね11月はもちろんもう全部埋まっていて、で12月も残り一枠だけっていう形なので、もう1ヶ月先はもう大体埋まっているというありがたい、状況になっておりまして、これもひとえに応援していただいてくださる皆様のおかげさまです。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、こうやって助けていただくキャンさんがいるから私はいえいえ、もう僕なんてことなく、そうキャンさんはそう、さっき話した放送事故もなくって言ったら、放送事故を起こすのはキャンさん自分だよってそうですそうです言ってたんだけど、まあもし何かあったとしても私は喋ってるからねお願いいたしますなのでそこはもう本当にキャンさんありがたいなと思っております。そう、さっきしかもキャンさんからプレゼントもいただいて、ありがとうございます。僕も素敵なプレゼントいただきましたんでね、もうね、お互いにね、はい、ありがとうございます。そう私はそう11月、もうちょうど1週間前ですが11月1日に44歳になりましたそう、おかげさまで、はい、誕生日にラジオパーソナリティデビューするというすごいありがたい、一日をスタートさせて、それからの1年もう感謝しかないですね。もういろんなご縁に恵まれてということで、 FM 技能の皆さん、リスナーの皆さん、関係者の皆さん、本当にありがとうございます。ああ、もうだいぶ噛まなくなりましたかねありがとうございますもうなんとかなるようになってきたのもそう、なんとか楽しければいいかなって感じで喋っているのがこの番組なんですが、いやそれが素敵なんですよね。10月になってリニューアルして、より一層ちょっと私らしい番組にできればなと思って、また新たにスタートしたところでありますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、この番組はですね YouTube ライブツイキャスでも、動画配信しておりますので、こちらもご覧ください。あとメールもお待ちしております。メールの方がまた私すぐ忘れるんだよね。メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。そう、前回これをちゃんと見てなかったので
ドットコムが抜けちゃってたんですけど、ちゃんとできました。はい、メールもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では、今日のオープニングナンバーは、まあ私もそうなんですが、この番組の1年を記念して、安室奈美恵で、バースデイ。ありがとうございます。うん、なんとなくキャンサーのあれも分かるようになってきた。もういけそうかな。今大丈夫です。ツイキャスありがとうございます。早速、大塚圭さんありがとうございます。こんにちは、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、太郷さんお久しぶり。コインも2つありがとうございます。大塚健二さん、1年続くのですね、宜野湾、雰囲気もいいからな、本当にすごい、場所も素敵だし、太鼓さん、おめでとうってことで、ありがとうございます。大塚健二さんが、キャンさんはいつからでしたっけってことで、僕はですね、去年の6月が研修期間で、7月から一人立ちですね。です。なので、1年ちょっとのまだまだ新米です、ね、ありがとうございます。もう嬉しい嬉しい。早速コイン2つもいただいて、コインがもう今日は残りもう1個なった。ありがとうございます。そう、いつものことだけど、また自分でコインを入れるっていう。入れましたよ。はい、これで5枚。そう、先週は不意にコインが切れてしまったので、僕も準備してたんですけどね、これでつつがなく1時間ツイキャスも放送できますので、ぜひお楽しみいただければと思います。今日ツイキャスの画面が可愛いんですよ。なんかフレームが、なんだろうこれ、何のキャラクターだろう、可愛いね。ツイキャス見てる方、 YouTube ライブは見えないんだよね、この枠はね。そうですね、あと配信の方でも映ってないみたいな。あ、そうなんだ。私だけごめんなさい。ツイキャスごめんなさい。私しか見れてないみたい。本当だね。あ、本当だ。ない。本当だ。モニターの方からちょっと映ってないね。ないね。すいません、皆さん。私だけ見てます。こっちだけ見てます。I love you。太鼓さん、ツイキャスのキャラクターだよって。あ、そうなんだ。すごい。こうツイキャスにキャラクターがいるんだね。そうなんです。もう今コインを覚えたぐらいで、まだお茶とかあげたことがない。なんかいろいろここにあるんだ。あ、本当だ。あげ方がわからない。最後さん、返信してるから久しぶり感がない。大塚健二さん、ゲストさん、沖縄のパフィーさんですか。そんな感じです。そういうことにして、技ありですよ、技あり。いいね。そうそう、これに今そのままメッシュ入れて。CM 入りました。はい、めっちゃ気になる。この順で紹介します。はい。そう、11月1日ってしかも、はい、泡盛の日でもあるんですよ。私だからめっちゃ言われて、さすが酒の間って。生まれた時から。もうやだ。バレてるみたいな。泡盛の日、灯台の日、計量の日。僕の感じ何の日だっけ、関東の日だっけ、こういうの面白いね。ナイチンゲールの誕生日でもあるので。あ、そうなんだ、すごい、はい、あと、織田信長も一緒だと思います。かっけー、すごい、武士だ。だから僕短期なんですかね。いやでも実は短期じゃなかったかもっていう話あるよね。そうそう、明智光秀が短茶だったのか、あーっていう噂もありますね、うん、
なんかね、悪く言ってるだけで悪者が必要なんだよね、歴史はね。キャンセンもすごい雑学が面白い。あ、太鼓さん、そう、11月1日泡盛の日なんだよ。今言ったけど飲んだって。太鼓さん、泡盛も飲める？オリオンビールはね、飲んでるけど。お了解。回りました。すごい最近こんな感じで10分ぐらいでいけてる。私とキャンさんなんとかいい塩梅で進行できてるのも、もう1年経ったからおかげさまでできてるようになっております。今日も FM 宜野湾から生放送をしております With You Radio Time でございます。ではですね、ツイキャス、YouTube ライブを見ている方は、そう、沖縄のパフュームさんが来ていると気になっている方もいらっしゃるので、早速ゲストさんをご紹介していきたいと思います。今日のゲストさんお二人おりまして、週末カウンセラーの浅戸和代さんとライフケアプランナーの伊波恵子さんです。よろしくお願いします。ようこそ。そう、早速なんですが、このお二人の、もうまず私がすごい気になったのが週末カウンセラーという肩書きをお持ちの、はいはい、私 の, ちょっと左側、すぐ左手に、はい、座っているのが、週末カウンセラーの浅戸和代さんです。はいはい、浅戸さんのまず活動を簡単に、はい、自己紹介を踏まえてお願いできますか。はい、今日は、ここは宜野湾なんですけど、はい、私は沖縄県北部にあります名護市から来ました。で、普段は、会社員をしております。で、週末は、この肩書きの通りカウンセラー業務をお仕事としたいなということで、していきたいなということで、はい、週末カウンセラーという肩書きで活動させていただいております。気になる話はまた後ほどゆっくり聞かせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、さらに、和代さんの、お隣に、おります、ライフケアプランナーの伊波恵子さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。浦添から来ました伊波恵子です。今日よろしくお願いいたします。お願いします。ライフケアプランナーというお仕事はどういった、はい、感じの内容でしょうか。ですね、私も月金で働いてましてそうですねで、ある家の固定収入があって、で、父親とか母親の病気とか介護が来で、はい、就活ライフケアプランナーっていうのを取ったんですね。はい、で、その前に保険の外交員もやっていたので、はい、老後の資金とかそういったのも少し計算ができたりとかお話ができるので、自分がちょっと勉強したことをですね、皆さんに広めていけたらなという活動をしています。いいですね。あ、じゃあ恵子さんも週末ケアライフプランナーそう、でもすごいいい過ごし方ですよね。通常日中は、最近は会社員としてお仕事をしながら、はい、で、週末自分 の, 空いた時間にまた自分の、ね、やりたいこと、はい、伝えたいことをされてるっていうことで、はい、結構1週間パンパンになっちゃう時ってありますか、やっぱり。自分で調整できますから、この週末の、そうです、そうです。すごいですね、大塚健二さん、週末ヒロイン、そうそうそう週末
ヒロインになってます。すごいね、あの会社員から週末ヒロインに変身するってちょっといいかもしれない、新たないいお言葉いただきましたね。そう、週末ヒロインのお二人来ていただきました。今日水曜日ですけれども、そう、真ん中水曜日にヒロイン来ていただきました。そう、アフターファイブはいいんですよね。そう、そうなのでこういいと思います。大塚健二さん、週末カウンセラーももクロみたいということで、それはなんだっけ、なんかわかるよ、また出てこないけどなんか言いたいことなんかわかるけど、ごめん表現できない、私今。健二さん答えも書いてます。書いてあるの、上に書いてるの。私たち週末ヒロイン桃色クローバーって、そういうことね。キャンさんうまい、さすが。そういうことね、私これ見て分かんなかったありがとうございます、さすがのキャッチ力すごいですね。あ、ひふみさんありがとうございます。週末じゃなくて週末カウンセラーですかってことで、この週末が1週間の週末じゃなくて、終わる末、カウンセラーですかって、そう、その就活はそう、そこにありますね。そう、それも面白いですね。そう、大塚健二さん、ひふみさん、食いつき早っていうことで、いや、大塚健二さんもお互いにすごいと思いますひふみさん、皆さんお疲れ、ごっくんちゃうということで、ごっくんちゃうありがとうございます。そう、この週末ヒロインっていうのはさっきキャンさんに拾っていただいたので、そう、お二人の週末の活動を今日は、ご紹介、できればと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、あの和代さんの方から、はい、そう、あの週末ね、あの1週間の週末ですよ、ひふみさん、はい、そう、あの週末カウンセラーってことで、主になさっているのが、はい、ちょっと私名刺をいただいたんですが、はい、あなたの声を聞かせてくださいということで、カウンセリング、カウンセリングですね、あの、あとセラピーをなさってるっていうことで、はい、その内容っていうのを、うん、はい、あの教えていただけますか。あのカウンセリングっていうと何のカウンセリングってよく聞き返されるんですけど、はい、心理カウンセリングになります。で、私自身もこう、このカウンセリングの資格を取ろうと思ってカウンセラーになりたいなって思った時って、はい、この仕事だったり家庭だったりパツパツだったんですね、はい、で、本当はっていうか、転職したくてカウンセラーっていう職業が浮かんで、あ、私カウンセラーになりたい、カウンセラーが仕事にできたらいいと思って、うん、カウンセリングを勉強したんですね、はいはい、で資格を取りました。で、ところが、そので、なんだろう、誰かの役に立ちたいなっていうところが、はい、あの根っこの部分にはあったんですね。でも勉強してみて一番、うん、何を感じたかっていうと、これって誰かのためじゃなくて、あ、自分のためだったんだっていうことに気がつきました。で、その、なんだろう、私がいろんな気づきがあったものをお裾分けができればなと、まあ、カウンセリングを受けなきゃいけなくなるほど、こう追い詰められたりだったり、こうパツンパツンになる前に、ちょっとした、この、なんだろう、おばあちゃんの知恵袋ではないですけど、人生を生きるためのヒントだったりエッセンスを知っておけば、大変なことになる前に自分で自分をケアできるなっていうコツをこう掴めたような気がするので、私自身、なので、そういったことを皆さんにお伝えできるようにということで、週末活動させていただいております。なんかいいですね、あのこう自分が得たものをまたお裾分けするっていう、その、なんだろう、この伝え方がただの教えますとかっていうより、自分のね、あのものを持ってるものをまたこうやってできるっていうのは、やっぱりその気持ちから出てきてるっていうのはやっぱり伝わりますね。ありがとうございます。なんかこの週末カウンセラーでね、カウンセリングそう、どういうことなんだろうとか思ったりしたんですけど、はいはいはい、そう、週末ヒロインになって大塚健二さん、いろいろお話聞けると思いますカウンセリングいかがでしょうか、はい、週末カウンセリングそうで、週末にこうやって活動なさってて、あと、あのセラピーもされてるってことなので、はい、カウンセリングした後のケアも
そうですね、できるってことですね。その方に応じて、うん、お話を伺った後に、あ、こういうセラピー受けてみないだったり、また逆でセラピー体験してみて、そこからご本人が気づかれることもいろいろあるんですね、うん、じゃあ本格的にカウンセリング受けてみないだったりっていうことをいろいろケースバイケースでご提案ができるので、そこで あなたの声を聞かせてねっていう、まずは柔軟な対応ができるって、ね、いいですね、声を聞かせてくれればっていう感じですね。まずは聞くこと、そうですね、はい、すごい、なんかそういう吐き口というか、うん、ね、聞いてくれる人がいるだけで結構すっきり、そうですね、うん、するところもあると思うので、うんうん、そこはやっぱり今の世の中に必要なものなんでしょうね、うん、はい、うん、すごいなんかやっぱりお話今聞いててすごいなんか納得する部分とあとなんかなんだろう、私普段結構喋る、まあラジオやってるんでさ、お仕事ですか、はい、仕事以上にもまた喋るんですけど好きなんですけど、うん、なんだろう、聞き入ってしまうので、そういうなんだろう、話し方口調とかトーンとか、うん、そういうのもやっぱりね、やっぱ合ってらっしゃるんだろうなって、うん、ありがとうございます、思いました、うん、なんかそのままカウンセリング私入ります引き続きみたいな、そのまま生放送カウンセリング私のカウンセリング聞きたくないよって感じねそう、なんかいろいろとちょっとね気になるところもありますので、うん、またね深掘りできればと思います。で、あとけいこさんの方も、はい、ライフケアプランナーということで、ね、詳しくまた活動の方教えていただけますか。はい、ですね、まず親の介護の方から入っていって、うん、うちの親が、まあ、老人ホームに母親の方が入らなきゃいけなくなっちゃったんですね、はい、その時にうちの父親がすごい悩んで罪悪感に駆られるわけなんですね、老人ホームに入れなきゃいけないという。あ、でも老老介護で、私内地出身なので、うん、県外に親を2人置いてきてて、弟がいるんですけど、はい、別で住んでるの でその時に友達の方からも事件事故にならないためにもやっぱり安全に、うん、老人ホーム入れた方がいいっていうようなこともあって、うん、試行錯誤してじゃあやっぱり入れようって決まったんですけど、はい、まだ入れるその手続きとかそういうのすごく大変で、うん、でいろいろ経験した時にうちの父親がもう長生きしてもいいことが何にもないって、生きる気力がないってことになっちゃって、うん、でそんなうちの父親を見るの結構初めてだったので、ちょっとこれは困ったなっていうのと虚しいのと悲しいのがあって、やっぱ長く今からライフ、まあ、100年ライフって言われる時代なのに、うん、そうですよね、楽しく生きた方がいいんじゃないって思うけれども、やっぱそうはいかないものもあるんだなって言って、まあ、価値観を押し付けてはいけないんだなっていうのも学んだので、そこでもっと詳しく学んで、なんか人生をよりよく生きるためにどういうふうにしたらいいのかなっていうので、終わる活就活ライフケアプランナーっていうのを取りまして、でちょっと勉強したんですね。だからものすごく親に優しくなれた、なので今私50代後半なんですけど、40代50代で今だいたい集まると自分の病気の話が親の介護の話になるので、そんなそうですよね、話題がね、だいぶ変わってきますよねなのでそこで親の介護になった時の話とかをして、はい、こう セミナーで集まってきていただく方は、うんうんうん、やっぱそこで自分が体験したことも話をしたいので、はい、まあ、ちょっとそこで吐き出せしてもらって、その体験型でセミナー開いていて、私がすごくいい、ちょっといい、後悔しないためのちょっといい話っていうのもいっぱいあるので、うん、それをやっぱり皆さんにちょっとお伝えしたいなと思って、うん、そういう活動をしてるんですね。やっぱり恵子さん自身も自分で経験したから、そうものすごく経験して、親の介護もあって今度、はい、まあ、配偶者の介護があって自分の介護があるので、うん、じゃ自分の時は子供たちまたは、はい、自分の関わってくれた人にどういうふうなことをしてもらったら一番いいのかなみたいなのが、まあ、ヒントとして少し、お話できたらいいなっていうふうに思って活動してるんですけど、やっぱり、まあ、超高齢化社会とか、はいはいはい、で人生100年って言っても、なんて言うんでしょう、人生100年って考えるとすごい長いんじゃないですか。だからってずっと元気とも限らないし、ね、今ねこうやって私たち普通に過ごしてますが、はい、うん、
いかなる時に何が起こるかわからないっていうのを考えると、やっぱり老後のことを考えるのはその時になってからじゃなくって、なる前の方がやっぱりいろいろと考えられますよね。病気になっては考えられないことがすごくあって、やっぱ元気なうちに、うん、そうですよね、考えておきたいことが、さっきのようにね、あのお父様みたいに、うん、いざね老人ホームに入れる時ですらこうなると、 そのあただでも疲れそうに言ってるのにもうじゃあ老人ホーム行っても疲れるのかなとかって、うん、なるよりは老人ホームもね、うん、まあ結構今いろんな老人ホームのスタイルもあるの で下見に行くとか、うんうん、ね、結構自分に合ったね、そうですそうです、ホーム見てで楽しそうで、逆にホームに入って元気になるおじいちゃんおばあちゃんいっぱい、ね、うん、いらっしゃいますよ ね、うん、って考えると、なんだろう、新たな人生の、そうなんですよ、スタートになりますよね、自分の人生の棚卸しをして、これから次を考えていくっていうので、うぜひね、私40代50代の方にね、終わる活就活を聞いていただいて、親のことで役立てていただいて、今度は自分のことで役立てていただきたいなと思って、今すごいいいですね、人生の棚卸し、はい、なんか断捨離とかよく聞きますけど棚卸しって考えたらあんまりやったことないかもしれない。そうすると棚卸しすると断捨離がしやすい、うん、そうですそうですってことですね、うん、あ、すごいなんか今腑に落ちました、うん、断捨離するとなると何をね、断捨離すればいいのかとか、結局まだやっぱり元気だったりするといやいやこれまだ大丈夫、ね、大丈夫ってやってるけど、一回棚卸しして本当にやってたかっていうのを見直すっていうのも大事ってことですね。すごいな、なんかそう考えるとやっぱり私たち30代40代の年齢から考えていく方がちょっと気楽でもそうですそうですありますね、うん、なんか、うん、切羽詰まってやるとやっぱりさ、ね、疲れちゃいますよね。そうなんですよね。コン詰めてやらないと、うん、なんかそれがストレスになってですね、うん、しまうので、楽しく下見に行って、あ、こんなとこだったらいいねっていうのを、うん、例えばね、家族とかに話をしておくと、うん、まあね、今認知症とかもあったりとかするので、うん、認知症になってから選びようがないと思うので、うん、それよりは事前に元気なうちに理想とかね、そう、あと自分が一番大切にしているものは何なのかとか、うん、私もうちょっと年取ったら家、自分の家を、うん、すっごくおしゃれして、うん、2年に1回とか1年に1回取りに行こうって思ってるんですけど、うん、家そう、飾る、お葬式の時に飾ってもらう家を、うんうんうん、家は元気な時に取っといて、ね、自分でこれって選びたいとか思ってて、なんでしょう、あれでしたね、ね、キキキリンさんもね、はい、家を自分で取ってて、あの家すごい素敵で、うん、すごい素敵ですよね、なんか大体家って着物、まあ大体着てるの選ばれるんですけど、こうね、直立不動なね、あんな感じだったりとかするのが、うん、やっぱり残って人が選ぶとそうなっちゃったりするけど、やっぱり本人的にはどうなのってところ、そうなんですよね、なんか分かる気がします、うん、うち の, 母親が亡くなった時、はい、じゃあ本当すごい急だったんですけど、うん、やっぱりこの、ね、家にする写真を探すんですけど、うん、結構大変ですよね。で なんだろう、写真ってそんな、はい、やっぱりね、70代の人たちってしょっちゅう撮らないの で, いので、結局いつのがいいとか分かんなくなって、うんうんうん、で結果選んだのが、確かうちの母親が40代後半か50代の、これがすごい好きっていうのがあって、自分でうちの母親独学で洋裁していたの で,、はいはい、でその自分が作った洋服を着て、で、あの時解放国でした。あ、はいはい、でそのシンボルの前にいて、うん、なんか撮った記念写真があって、うん、でそれをうちの父親は家にしたの、うん、だから、うん、分かんない人は、うん、あ、お母さんいくつで亡くなったのみたいな感じなんだけど、うん、でも、まあ、これは父親が満足してたし、うんうんうん、すごいやっぱり綺麗な時の写真だったので、うん、まあ、あれはさすがに若すぎだろうって思ってだけど、うん、ね、来た方もちょっとそこは理解してくれてたみたいで、なので
やっぱりね、事前で自分が好きなのとか選んでおくと、これこれお願いとか、これお気に入りなのとか言うっていうのも大事ですね、うん、家族のためにもすごいいいと思います、うん、実は今のエピソードと近いエピソード僕もあるんですよ。あ、そうなの？3年ぐらい前にちょっと祖父が亡くなりまして、うん、はいはい、おばあちゃんが選んだ写真が、うん、それこそおじいちゃんが50代ぐらいの写真で、僕たち全然わかんないっていう。その時知れないっていう、はい、あれ若すぎて誰でもね、やっぱり家族としてはね、おばあちゃんとしては、うん、やっぱりいい写真を選びたかった、うん、思ったんでしょうけど、一番愛着があったんでしょうね、うん、やっぱそうね。ただ僕たち会った頃にはもうこんな姿じゃなかったけどおじいちゃんみたいなすごいいい時の写真を、親しみがちょっと持ちづらかったですね。そういうのもね、なんかでもなんかいろいろ家族の形って見えるね、こういう時に、ね、面白いです、うん、すごいいいと思います。なんかそれぞれの形を、うん、そういうのをね、今からなんだろう、病気になってからとか、うん、年を取ってから話をするとちょっとタブーな感じするじゃないですか、うん、もうなんか早くあっち行けって言ってんのかみたいな、うん、そうそう、だからこんな感じで談笑しながら、うん、結構わあそういうのいいねいいねみたいな感じの、うん、その方が楽しいし、うん、深刻にならないまんま、うん、なんかなんて言うんですか、エンディングノートとかね、はいはい、書くとかってよく聞くので、そういうのに書いとけばいいんでしょうね。そうですね、ああそれいいかもしれない。皆さん、ね、老後の生活のために今から備えをしてみてはいかがでしょうか。すごいいいですね、大塚健二さん、ここが痛い、あそこが痛いが挨拶代わりになるかもそうだよね、そうだよねちょっと読んでないところがあるな、そっか受ける。大塚健二さん、老後の残毛が気になります。残毛ってあの残りの毛ですかもずく食べてくださいもずくいいですよあ、ひふみさん、明日の仕込みがあるのでこの辺で失礼しますということで、お疲れ様です。シュプリームさん、なおさん、キャン君、ゲストさん、こんばんは。ただいま出張先で、会食中ですので挨拶だけだ。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。大塚健二さん、いいえいえいすみませんってことでは、でも愛着があるのが一番かもですねって、うん、そう、そうなんですね。やっぱりね、愛着があるものがあのお互いのためにもいいかもしれないですが、やっぱり自分が気に入った写真をね、飾ってほしいと思うのであれば伝えることも大事だと思いますので、ぜひ皆さん早いうちからあのいろいろね、就活始めてみてはいかがでしょうかということで、この辺で一旦リクエスト曲を流していきたいと思います。あっという間ですね、結構盛り上がってきましたが、こちらで、和也さんの、はいはい、リクエスト曲ですね、ユーミンで優しさに包まれたなら。なんか就活の話からこの曲ってなんかいいね優しくなるよね。やっぱ老人ホームに入るの大変ね。今うちもちょっと大変で、そうなの？うちのおばあちゃんがすごいあの物忘れひどくなってるんですけど、あのちょっとボケともちょっと違うんですよ、うん、もう質問してる内容を説明したら説明した最後にまた同じ質問を繰り返すような感じなので、うーん、あの結構大変なんですけど、だから親が嫁なので、うーん、毎日喧嘩してるんですよ。だからあのそうじゃなくてちょっと距離置きたいから、デイケアとか通ってくれたら結構少し回るかなって思うんですけど、本人がすごくデイケアを嫌がってて、ここがね、はい、問題なんですよね。なんかデイケアとか、ね、老人ホームとかってちょっと、ね、70代80代の人ってなんか追い出されてる感を感じちゃうんだよね。本当、ね、違うんですよね。うちのおばあちゃんちょっと足も悪いもんですから、うん、リハビリも兼ねてちょっと通ってほしいんですけど、うんうんうん、だからそこがすごく拒否して嫌がるので、まあ、どう思っていったらいいかなっていうのはちょっと我が家の悩みではあります。そっか、多分キャンさんが連れていけばいいと思う。あ、お孫ちゃんがね、そうそう、うん、だと思う。でね、あのスポーツもね、キャンさんやってたから、こうやるとおばちゃんいいんだよみたいな、なんかね、 それがですね、一緒に住んでるから難しいんですよ。あ、逆にね、外孫を連れてくるみたいな。外孫がだったらなんとかなるのかな。やっぱ内孫と外孫の差がちょっとありますね。あるんだね。でも本当はあの、うん、
おばあちゃんが言ったことを反論しない方がいいみたいで、うん、おばあちゃんが言ったことはそうだよね、うん、そうだよねって、うん、なかなか一緒に住んでる人はできないんですけど、うん、でも本当はうんうんって共感が本当は一番おばあちゃんを穏やかにするらしいですよ、うん、あ、一回も飲んどくみたいな、そうそう一回も、そうそうそう穏やかになるとまたちょっと怖いのが、えー、蚊の強い人なのになかなかじゃあ大変ですね、そうですね、そう、ま、今度はまた元気が戻ってくると逆にちょっとまたいじめられるのかなって怖くなっちゃって、そっか、その辺があるんだね。なんか、あ、テリーさん、はい、さーいってことは、テリーさん、テリーさん初見ですかね、ヨギナオです。あ、テリーさん、ピンクのシャツだからブルゾンチエミかと思ったさえ、ピンクだっけブルゾンチエミってそこはちょっとすいません、わからないんですけど、そう、大塚健さんエンディングの音、そう、大事ね。あ、まゆみさん、ヤギナオさん、本日2回目のラジオですですです。そう、時々こんなパターンが、今日朝も出たんですよ。あ、そうなんですね。11時半のこのまゆみさんの番組に出たので、でもこれまたいいですよね、このなんだっけ、ボケ防止という、あ、うん、絶対いいと思います、不器用ですが私子供に言ってますだから、年取ったら材料だけこうやって置いててねって、そしたら静かに、絶対忘れないからね、うんうん、作り方。大吾さん、そうなのって、何が、あ、2回目のラジオのこと、そう、あの、まゆみさんのラジオに出たよっきょ、 YouTube ライブで見てね、ライブじゃないか、もう YouTube で見てねだよね、 YouTube ライブは今やってるからライブなんだよね、そうですすいません、いえいえ、そんな感じですちょっとあの CM 明け、告知の間にちょっと収録の準備していきましょう。はい、ちょっと次のビーチさん収録入るはずなんで。あ、そうなんだね。そうか、一個、あ、一個だな、そうだ、これを、あ、そうそう、すいませんね、さっき渡せばいいのにもこっちで渡す、はい、あ、そっか、エンディングもここからラストになるので、そしたらあの曲が流れてきたらもうそろそろ終わりの、はい、なのでちょっとまとめて、で実質55分なんですが54分できる形でやっていくのでお願いします。はい、そうそう、これいいですよね、大塚健二さん、うん、どんなじいさんになるのかな、ずっとコメントしていたいな、そうですねずっと空いてしますよ、大塚健二さん、どんなね、もずく食べたねって全部ずっとコメントでね普通にこの会話も面白いよねじゃあ私いつまでやってればいいんだろう、このラジオ頑張ります。そう、今もぐろさん、あ、もぐろさん今すごい、私が、あ、そう、私で隠れてたら、モンゴロさん、すいませんね、なかなかまだ着せられていない着物を。では CM 開けます、はい、ジングルから行きますウィズユーレディオタイム、6時37分を回りました。 With You Radio Time 生放送でお届けしております。では、後半戦は告知のコーナーということで、まずは私の告知の方からさせていただきます。これも毎週毎週言ってますが、いよいよ今週の、今週だ言いながら今びっくりしてる今週の日曜日です、11月11日日曜日11時から16時、夕方4時ですね、第1回ぬちぐすいのチャンプルーフェスティバル、心と体に栄養をということで、会場は沖縄統合医療学院1号館で行われます。住所の方が沖縄県浦添市磯4丁目 1-19 です。沖縄統合医療学院1号館にてぬちぐすいチャンプルーフェスティバルが開催されます。で、これがですね、あの以前もお伝えしましたが、9月に開催の予定だったんですが、台風で、ダメになっちゃったんですが、中止ではなくて今回こうやって延期
で開催することになりました、体験ブース展示ブースなどもありまして、体験ブースが、針、お灸、あとヨガ、メディカルヨガ、スイナー、動作法、相対法、神経楽治療、EK 療法、エネルギー療法、耳つぼ、ジュエリー、アロマセラピー、カイロプラクティック、メディカルマッサージに加えて私たち薬膳の販売を行います、あと展示ブースの方は沖縄統合医療学院の方で、沖統祭ということで、実は学園祭と、合同開催になっているので、学生さんも、いろいろ出展しておりますので、通常の、まあ、イベントとはまた一味違った楽しみ方ができるかと思います。それぞれ体験ブースの方が無料もしくは500円で体験できます。私たち薬膳に関しましては、薬膳のお料理、惣菜などを販売する予定になっておりますので、こちらはちょっと、無料ではやっぱり出せないのでこちら通常販売となりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。まゆみさんのラジオでもご紹介させていただきましたが、メニューの方が、黒豆とハト麦のおにぎり、あと十膳大補湯という薬膳のスープをポタージュにします。薬膳スープのポタージュです。あとクコの実が入った薬膳クワチャ、あとココアと山芋のケーキ、そっかこれ山芋でココアケーキっていうネーミングに決まりました先ほど。なので、こちらを販売しますので、これが薬膳なのっていうちょっと目から鱗なところを見て食べていただければと思います。薬膳だからってすごい苦いとか臭いとかってちょっとイメージ持たれがちなところをちょっと私たちは払拭したいので、気軽に食べれるメニューを用意しております。実は身近な食材が薬膳だったっていうところを知ってもらいたいために、イベント出店しますので、ぜひ遊びに来てください。11月11日日曜日11時から16時、ぬちぐすいのチャンプルフェスティバル、心と体に栄養を、沖縄統合医療学院1号館浦添市1層4丁目の方で行いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、私の告知は以上になります。でこれからはそう、お二人のイベントも、ありまして、お二人は、キュービックプレゼンツという、はい、グループに、所属をされていまして、はい、そのイベントが今週土曜日ですね。土曜日ですね、はい、今週土曜日ということで、はい、以前も、先月ですかね、ちょっとまたご紹介させて、はいはい、いただいたのが、10月が自分らしく輝き人生をよりよく生きるためのセミナーということで、10月も好評だったということで、はいはい、今回第2弾ですね、はいはいはい、11月10日土曜日ですね、はい、こちら1時から15時3時まで、はい、アロマでストレスセルフケア、はい、ストレスって何、アロマを使った自分でできるストレス対策を学んでみましょうということで、今回の講師はなんと、はい、カジオさんです。私でーす。そう、10月はね、恵子さんだったので、はい、今月は、はい、カジオさんが担当ということで、はい、アロマでストレスセルフケア、うん、ちょっと気になりますね、はい、やっぱり。もうアロマって、うん、もう今なんか嗅ぎたい感じですそう、ちょっと内容を、うん、まあ、詳しく、ね、はい、言っちゃうとあれなんで、そうですね、軽くどんな感じなのか教えていただけますか。うん、そもそもストレスっていう言葉ってもう今では大変ポピュラーになったんですけど、はい、ストレスって何なのと、そもそも論ですか、どうしてストレスだと感じるのとかっていうところを、まあ、ちらりとお話しさせていただいて、はい、で、私自身もね、このアロマの勉強をするまではアロマっていい香りだし、うん、なんかいいなっていうぐらいだったんですよ、うん、はい、で何がいいのかとかどういいのかとか、はい、じゃあどういうふうに日常の生活に取り入れればいいのっていうところが
やってみたいけど使ってみたいけどハテナがいっぱいこうハテナハテナハテナで、でなんかこんな使い方しちゃいけないのかなとかっていうことがあるんじゃないかっていうのが先に立って、なかなかこう自分の生活の中に取り入れることができなかったんですよ。なんだけれども、いや実は簡単にそう難しく考えずに使えますよとかっていうところをお伝えして、で、まあ、ストレス対策が自分でねセルフケアができるようになるのが何より一番なので、そういったポイントをお伝えできればなと思います。そうですね、楽しみですね。今週土曜日です、はいはい、受講料が2000円となっております、はい、こちら場所の方が、はい、リフォームの図書館合同会社佐野旗で、住所が沖縄市千葉5丁目 17-20 です、沖縄市千葉5丁目 17-20 リフォームの図書館合同会社佐野旗さんで、開催されます、はい、こちらですね、Facebook のページでキュービックプレゼンツで検索していただけるとイベントページの方もございます、キュービックプレゼンツはアルファベットですね、 CUBIC キュービック、はい、でプレゼンツが PRESENTS でキュービックプレゼンツで検索してもらえればと思います、はい、であとですねメールでも、お問い合わせ受付しております、キュービック0127数字ですね、キュービックがアルファベット、CUBIC、数字で0127アットマーク gmail.com です。キュービック0127アットマーク gmail.com です。メールでもお問い合わせいただけますので、ぜひこの機会にご参加してみてはいかがでしょうか、ね、楽しいあの週末カウンセラーのお話も聞けるかと思います、はい、こういったあのキュービックプレゼンツということで、はい、あの知的好奇心探求あなたの知りたいなやってみたいなをサポートしますということで、講師が、6人5人ですね。あ5人、はい、あそうですね、すいません、うん、あ和代さんが2回入ってますね、はい、そう今3月までのスケジュールちょっと私手元に、はい、ありまして、このキュービックプレゼンツの所属講師が5人いらっしゃるということで、はいはい、毎月いろいろと、うん、あのご提供いろんなお話をしてくださるっていうことで、はいはい、それのきっかけがそうさっきあの打ち合わせというか軽くお話しさせていただいたとき聞いたのが、お二人があの実は北部在住と、ね、あのま、浦添浦添なんですが、名護と浦添っていうことで離れてるんですが、もともとはそうママ友だったということ で、うん、で十数年ぶりにフェイスブックでつながってっていう、フェイスブックってすごいよね、すごい考えたらね、もうそれからトントン拍子ですね、はい、うん、こういうキュービックプレゼンツっていうセミナー の、 あのこういったグループを作ったってことで、うん、すごくないですか、8月にね、うん、そうなんですよ、こうやって再開して、うんうん、あの10月からもセミナーを始めるって、うん、はいはい、しかもちゃんとねあの毎月コンスタンスにできるっていうのはいいですよね、うんうんうん、すごい、しかもそれぞれがちゃんと講師ができるものがあるからできるっていうことで、すごいなんかまた新たな展開になってきたと思うんですが、すごいですね、もともとそういうお仕事をお二人やってたっていうのを知ってたわけではなくではないですね、やっぱり会わない期間の方が長かったので、いや実は私今こんなことしてるんだって言ったら、お互いそれがあって、じゃあ会おうって言って、うん、そっからはもうトントン拍子でしたね。弟が、うん、PTA 役員さすがさすがやっぱり PTA 役員やってただけあって、うん、そのなんだろう行動力は、うん、あったかもしれない、ね、さすがですね、やっぱりそういうのが培われていたので行動にねこうやって
やろっかって言って形にするまでも早いですね。2人で会った時に話したんですけど、何でもやってみるもんだねっていうのが、うん、あのお仕事もそうなんですけど、あのずっと同じ仕事を私たちしてたわけではなく、そうですね、そのライフスタイルが変わるごとにというか、うん、その結婚するだったり、うん、出産だったりっていうライフスタイルがの変わるステージで仕事してたりしてなかったり、うん、で転職したりっていうのでいろんな経験を、うん、あのここまでしてきて、 でそれが全部こうその自分たちがしてきた経験と学んだことがいい感じにマッチしてこうお伝えできることが増えてきたというか、うん、すごいですね。この離れた十数年はそれを培ってきて、うん、このタイミングで出会ったって再会したっていうのが、うん、すごい本当のベストなタイミングだったんですよ。本当にベストなタイミングで、うん、やっぱりこういうのって早からず そうですね。本当に本当に多分それでこうトントン拍子に行ったんでしょうね、うんうんうん、やっぱり、うん、人生って楽しいですね。楽しいですね。楽しい。そう、やっぱり皆さん、あの100年ライフ楽しむためにはね、楽しむためにはやっぱり元気なうちに、はい、ね、あの健康なうちにできることを計画するとか、うん、こうやって会いたい人とね、そう、会いたい人に再会するとか、うん、なんかそういうのいいですね、うん、私は今年は何でしょう、あの地元の同級生に会うラッシュがあって、はいはいはい、もう二十数年ぶりです、うん、あの高校卒業してから結構あの地元を離れていたので、うん、まあ、地元離れてたって言っても、うん、そんな遠くはないんですが、なかなか帰らなかったり、うん、まあ、当時ね携帯とかがないので連絡つかないんですよね、うん、結局お家にいないので、うんうん、ってなると、そう、私創作願いだそうかって友達で言ってたみたいで、そう、何それって言ったら、そんなこと言われてるなんて強い知らず、みんなは大体地元にいたりとかしてまめに連絡取り合ってたみたいで、私はもう実家を出てもう一人立ちしてみたいな、で新しい友達作ってみたいな環境変わって、ちょっとそっちに馴染んだので、なかなか地元に帰らなくて、それでちょっと疎遠になってたんだけど、あるきっかけでまた出会って、そしたら、あ、生きてたとか言われてでグループラインなんかあるんだったら、じゃあ私そっちに入れてって言ったけど、なんか作ってなかったみたいな、グループラインが、なので、それをきっかけにグループライン作って、すごい、でそのグループラインじゃあ後で作るからねって言って、で招待されてこのグループライン、ナオミ生きてたってよってそのタイトルグループの名前が、そ、何それと思って笑っちゃってなんじゃみたいな。でもやっぱりなんかみんな気にしてくれてたんだなって思って、だ当時ちょっと離れてはいたけど、やっぱり今がちょうど、ちょうどベストですね、会いたいとか、あ、会ってもいいかなとかっていうのが、前までそこまで思わなかったんですけど、やっぱりねこうやって LINE するぐらいになったっていうのは今のタイミングかなと思って、もう人生だからどう転ぶか分かんないと思ってもう本当に二十数年ぶり、高校卒業してからなので、なかなか会わなかったなって思って、もうあの時話が、そうですよね、すぐそこに戻りますよね、だからこの二十何年ってブランクが全然感じなくって、その状態で今の話もできちゃ うでさみたいなもうだから、あのユンタクはパーマ屋でって分かる、キャンさん分かんないです、初めて聞きましたそう、そのあの会いに行った友達が美容師してたから、はい、それでだからヘアカラシに会いに行ったの、そしたらユンタクはパーマ屋でって言うけど、もうだからずっとおしゃべりが止まらないから、だからそういう時はパーマ屋に行きなさいみたいな、まあまあ確かに美容師さんお話し上手ですからね、だからこういうところでユンタクずっと止まらないんだったらパーマ屋行きなさいってぐらい、そう、ユンタクはパーマ屋で再会しました、なるほど、そう、なんかそういうなんかね、人生を楽しむプランっていうののきっかけがね、またこの機会にできればなと思いますので、ぜひね、あのいよいよ今週11月10日土曜日ですね、はい、1時半から3時、はいはい、アロマでストレスセルフケア、講師が浅戸和代さん、はい、受講料2000円となっておりますので、キュービックプレゼンツでぜひ皆さん Facebook 検索してみてください、よろしくお願いします。すごいね、大塚健二さん、
そのタイミングで出会う、その時に会える環境になっているのがすごいと思うから、偶然ではなく運命な気がしちゃいます、うん、そうだよね、うん、本当にそう思います。ぜひね、皆さん人生を後悔しないためにも楽しいことをね、やりを楽しくするために就活とかね、はい、ぜひ週末カウンセラーの内容さんもいろいろとご利用いただければと思います、はい、ちなみにこの今私が手元にあるのが、あの和代さんが手作りで、これなんていうの、クラフト、エコクラフトとかって言われてますけど、はい、もう可愛いです、これが可愛いですよね。そう、ミニサイズのバッグもありますので、こういうのもね、今後ちょっといろいろとご紹介できるかと思いますので、うん、ぜひ Facebook ページ、あのキュービックプレゼンツチェックしてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日もエンディング流れてきまして、あっという間の1時間ですね。ありがとうございます。今日も生放送でお届けいたしました With You Radio Time、番組ではスポンサー募集しておりますので、皆さんその辺もまた引き続きよろしくお願いいたします。はい、では、お相手いたしましたパーソナリティはヨギナオとミキサーのキャント、ゲストはアサトです。イハです。はい、今日もありがとうございました。では皆さんまた来週です。ありがとうございました。エンディングは、けいこさんのリクエスト、アナと雪の女王でレディーゴー。でも今日考えたら立冬ですよあ、そう、暑いですよね今日ね。立冬、冬なんだけどT シャツで十分で、うん、キャンさんめっちゃ違う、でも立冬な感じと思ったもん今日、うん、キャンさん寒い？夜なんで。ああ、そっか。日中日に当たらない生活をしてるので。寒さが答えます。そうなんですよ。もう人よりも早く季節を先取りします。流行先取り。そう、大塚健さん、週末ヒロイン色気みたいにします。あ、桃色クローバーだから。週末ヒロイン、確かに。太鼓さんお疲れ様ということで、大塚健二さんありがとうございました。楽しかったです。いつもありがとうございます。もう皆さんも本当におかげさまで、本当に1年こんなに楽しく1年過ごせると思わなかったラジオ、よかったです。そう、もうユンタクに磨きが、磨きじゃないユンタクに磨きがって言うけれどそう、おかげさまで、そう、こうやって続けていると、そう、恵子さんも1年半かな、うん、それぐらいぶりに会って知り合ってですよね、うん、だからやっぱり続けてるから、なんかね、こうやって出たいですとかって話も ね、うんうん、ね、あるから、嬉しいです、うん、やっぱり、うん、なんか やりたいことが明確化してきたし、あ、すごい、すごい、うん、こうやって発信するツールを得られたっていうのは大きいですね、いいですよね、ありがとうございます。ぜひね、また遊びに、ありがとうございます。では番組終了です。ありがとうございます。じゃあツイキャスまた切りますね。ツイキャス今日保存でお願いします。あ、保存、じゃあライブ終了して保存。